吉井君。日本共産党の吉井秀勝です。私は今日は最初に文字に関わって伺っておきたいと思います。2008年の4月4日の内閣委員会でですね、実は原発敷地や直下に活断層のあるものは あるのかという質問をいたしましたときに、当時の佐藤仁原子力安全保安委員長は、原電敦賀の敷地表面に耐震設計上考慮すべき活断層がある、関電美浜については原発の地下深く活断層がありますと、で文殊から200メートルのところに活断層を認めているという、ご答弁がありました。で寺坂委員長も5月11日の経産委員会で、活断層から1キロメートル以内の原発として蒸気3つを挙げられたわけですが、福島第一ではですね、外部電源の喪失が、炉心溶融 の大きな一つになりました。たとえ津波で内部電源が喪失されてもしても、外部電源が生きておればよかったんですが、夜の森線、が自伝鉄塔倒壊ということによって外部電源が取れなくなったと。で女川原発の調査をやりましたら、外部電源は生きていたわけですね。5系列のうち4系列ダメになったけど1系列生きていたと。これは仮に女川で内部電源が喪失しても大丈夫だったということになると思うんですが、そこで最初に寺坂保安委員長に伺っておきたいんですが、よく原発プラントの評価をやるんですね。しかしその今度の、今活断層の上とか近くにある福井県のこの3つの原発について見たときにですね、外部電源のこの鉄塔そのもの、送電鉄塔あるいは自電鉄塔ですね、これの耐震安全性についての評価というものはやっているのかどうかを伺います。原子力安全保安委員寺坂委員長。お答え申し上げます。耐震、原子力発電所の耐震安全性を検討するにあたりまして、外部電源そういったものについての評価一応行いますけれども、耐震安全性という意味合いにおきましては、原子炉あるいはその他の重要な設備に比べますと、その重要度が相対的には低い、そういう内容での審査になっているのが現状でございます。以上。吉井秀勝君。ですからプラントの評価はするんですけれども、外部電源等の評価についてはやっていなかったと。これが今回夜の森線 の鉄塔倒壊につながったと思うんですが、合わせて伺っておきますが、内部電源もまた問題になるわけですね。強烈な巨大な地震動が来たときには DG が破損しないのかどうか、それからバッテリーが大丈夫か、あるいはバッテリー この破損だけじゃなしに断線ですね、そういったことがないのかということについての点検が必要だと思うんですが、伺っておきたいのは、結構ディーゼル発電機についてもですね、破損事故がこれまでからあったのではないかと。これは何も東電の福島だけじゃないですよ、他も含めてですが、そのことについて伺っておきたいのと、もう一つですね、この機会に寺坂保安委員長に伺っておきたいのは、福島第一の2号機の今後の進展についてというプラント班のね、プラント解析予測システム ERSS による保守的に評価した結果はどうなるかというのは、これはいただいてますし、国会にも出てるんですが、同じことは2号機だけじゃなし、1号機についても3号機についても4号機についても、当然プラント班としては予測というものを当日行っていると思うんですが、これについても伺っておきます。原子力安全保安院寺坂委員長。まず非常用電源と申します、バックアップ電源にかかりますトラブルに関しましては、手元の資料で、過去10年間、法令報告の対象になる
そういうトラブルについて遡ってみましたら、これまでに法令報告対象のトラブルは7件ございます。まあ、さまざまなケースがあるわけでございますけれども、そのような件数が法令報告トラブルとして報告をされてございます。それから事故進展の関係でございますけれども、2号機に関しましては、先ほど委員からお話がございましたような、当面2号機についてどのように評価をしていくのかということについて情報共有をしたものでございます。あと他の号機に関しましては、全体としてどこまでの情報共有ができているかということについては、ともかくといたしまして、いくつかの作業をしていることはそのとおりでございます。吉井秀勝君。要するに1号、3号、4号についてもですね、1号の方が早く問題になったわけですから、プラント班の方でちゃんと進展予測を行っていたということで理解していいですね。原子力安全保安院寺坂委員長。先ほど申し上げましたように、どのような形で最終的に情報共有がなされているかということについては確認をする必要がございますけれども、さまざまな作業をいろんなレベルでやっておるということはそのようでございます。吉井秀勝君。これは事故からすでに2ヶ月余り経ちますから、これ委員長にお願いしておきたいんですけどね、全部の号機について2号機だけは紹介されているんですけども、やはりプラント班のこのデータを出すように委員長の方にお取り計らいをお願いしておきます。原子力安全保安院の寺坂委員長に申し上げます。1号機、3号機、4号機のですね、 ERSS による事故進展予測をの情報をですね、本委員会に提出をしていただくようにお願いします。はい、吉井秀勝君。それでは次に鈴木理事長に来ていただいておりますから、文書に関わってさらに質問していきますが、福島第一の場合には外部電源が地震で破壊され、内部電源が津波で破壊されたということですが、しかし実際には内部電源の方の DG もですね、ひょっとしたら巨大な地震の方でやられておったかもしれないわけです。いずれにしてもそこはまだこれからの解明になってくる問題だと思いますが、そこで高速増殖炉文殊で 100% 出力で運転していた場合ですね、あるいは今政府の方で計画しております、変更になるんでしょうけれども、2050年に150万キロワットで商業炉として高速増殖炉をやっていこうという計画ですね。でこういう規模のもので 100% 出力で運転中に今回のような緊急停止をやる、で 全電源喪失という事態が生じたときにですね、MOX 燃料の崩壊熱を除去するナトリウムの二次系の全ループも、それからすべての送風機も、でナトリウム循環ポンプなども、全部停止するということになりますね、電源が失われれば。そのときに崩壊熱をどのように除去していくのかと、これを伺います。原子力研究開発機構鈴木理事長。お答え申し上げます。先生もご存知かと思いますが、文殊の場合は、炉心の原子炉と、中間熱鋼及び、その後の冷却、二次系の冷却ですね、この装置の配置を工夫いたしまして、電源等が確保されない場合は自然冷却で、その炉心の冷却を確保するということが設計必要になっておりまして、そのようになっております。で基本的にはそのような考え方が高速炉、ナトリウム冷却の高速炉の場合は非常に重要だと、そのように考えております。吉井秀勝君。その構想はいいんですけどね、しかし現実には通常は炉心冷却とその一次ナトリウムを冷却する二次ナトリウムがあり、
さらにそれをこの水で蒸気にしてですね、タービンを回すと、まあ、これがあの原理的なものですが、この蒸気はまた海水で冷却するということでやっているわけです。で、全電源喪失となりますと海水冷却はまずダメになるわけですね。で、水による二次系ナトリウムの冷却はダメになる、二次ナトリウムを冷却する送風機もストップしてしまう。その二次系冷却ナトリウムをこの格納容器内の熱交換器に送ってですね、送る二次主循環ポンプもストップしてしまう。で、熱交換後の一次主循環ポンプもストップすると。で、これであの原子炉容器内の MOX 燃料の崩壊熱除去があの機能が失われるという心配は、これ今おっしゃったのは自然冷却でなんとかなるというお話ですが、あのそれじゃあそれはあの実際に実証したものはあるんですか。あのコンピューター解析とかですね、部分部分の実験ぐらいはあるにしてもですね、この実機でのそういう実証したものはあるのですか。日本原子力研究開発機構鈴木理事長。ありがとうございます。お答え申し上げます。おっしゃるように、先生おっしゃるように、基本的にはあのコンピューター解析等で、そこを確かめているわけでございますが、ただ今回の受賞も踏まえましてですね、私としてはやはりあの実際実機でですね、確認する作業をこれから確実にやっていくということが大事だと考えておりまして、そのために必要な改造を今現在あの規制行政庁に提出し、そのような方向で検討させていただいております。吉井秀勝君。これあのもともとね、あの今回の問題にしても、あの鈴木理事長はあの原子力安全委員長の時代にですね、福島第一で全電源喪失ということはないというお考えで来られたんですよ。で、私がこれを国会で質問したら、いやあのバックアップ機能があれがあります、これがありますと、同じサイト内に他の原発があるからそこから電源も取れるとか言ってこられて、現に今回全電源喪失になったんです。ですからね、私はあの今の時点で何かこのそれを部分的にですね、あの文字を動かして実験やってデータを取ればいいという、そういうもんじゃないと思うんですよ。で、もともと1995年にこれはあの地震じゃないですよ、平時の時に温度計さや管の破断でナトリウム漏洩火災をやったんです。で、地震で配管破断を起こした場合には大量の液体ナトリウムの漏洩と火災を起こす、しかも核燃料の崩壊熱除去に この場合はあの福島と違って海水をぶち込んで冷やす、ぶち込んででも増やすということはできないんですよ。そんなことやったらあのナトリウムと水の爆発的な反応になってしまうし、その前に空気との反応で問題が出てきますし、で大量に漏洩したナトリウムとコンクリートの中の水分とがナトリウムコンクリート反応ですね、これ爆発的に反応して原発の破壊ということも考えなきゃいけないんですね。何かこの他の条件が全部大丈夫で、でその文字のその部分だけがこの緊急停止したときに崩壊熱をどう除去するかという、そういう実験というのはあまりにも想定が現実とは離れすぎてんじゃないですか。原子力研究開発機構鈴木理事長。お答え申し上げます。先生おっしゃる中で、まず全電源喪失に対しますその考え方は、先ほど申し上げましたように自然冷却でその炉心の冷却を確保するということでありまして、その場合にはいわゆる動的機器は必要しないということでございます。これはモンジュの大変一つの特徴でありまして、このことはその全電源喪失に対する安全確保はその私は文書の場合はそのような考え方が成り立つし、まあ、それでいいのではないかと思っております。一方、その地震で機器等がすべて損壊した場合ということでありますが、これはおっしゃるように地震の規模をどこまで想定するかでありますので、これについては慎重な検討が必要でございますが、
考え方としては先生ご存知のように、文字の場合は、ループ数、冷却のループ数が通常より多くて、まあ、3ループプラス1ループという構成になっております。したがってそのうち1ループでも確保できれば冷却は維持できるということになっておりまして、これもそういう意味では適切な考慮がなされているというふうに私は考えております。以上。吉井秀勝君。今の3ループプラス1プラスで大丈夫という話なんですが、その発想がこれは福島でねダメだということが明らかになったんですよ。あの時も他にいろいろこの外部電源が失われても、例えば DG がダメになっても他の機能があるから大丈夫だという発想だったんですが、3プラス1ですと4ループということになりますが、4ループが全部そもそも全電源装置となると回らないんです。で送風機も循環機も回らないと、その上に立って考えなきゃいけない上に巨大な地震となりますと、配管の損傷によってナトリウムの漏洩ということを考えなきゃいけないんです。これは非常に深刻な事態を招いてしまうんです。しかも冒頭寺坂委員長にもお伺いしたあそこはですね、文字というのはこの表面に出ている活断層が文字から200メートル離れたところなんですね。活断層の上に立っている高速増殖炉なんですよ。フランスのスーパーフェニックスだってもともと地震のないところなんですよ。活断層の心配ないところなんです。そんなところでやってるということが私は問題だということを言わなきゃいけないし、そもそもこれが漏れたらさっき言いましたようにね、海水注入して冷やすわけにいかないんですよ。海水ぶち込んだらナトリウムと水で大変な爆発事故になってしまうんですよ。ですからもちろん漏れたらナトリウムと空気で爆発火災となりますが、私そこで現場大臣にね伺っておきたいんですが、高速増殖炉文殊開発というものはですね、このエネルギー政策の中でですね、文殊をやり、さらに将来的には2050年に150万キロワット級の高速増殖炉という、こういう考え方でずっと来たわけですが、やはりここでこれはもうストップかけてね、文殊開発は中止して予算はゼロにすると。で研究者の方たちは当面もともとの原子力研究所などで引き取ってもらってですね、これから問題になってくる廃炉の研究とかですね、そういうところに優秀な人材はそちらで頑張っていただくと、やっぱりそういうことをね政府としてもう考えるべき時じゃないかと思うんですが、これは現場大臣に伺っておきます。現場国務大臣。今のですね、吉井委員の質問は非常に重い課題であるというふうに私自身は認識をしているところでございます。そもそも核燃サイクルは高速増殖炉がうまくいかなければ成り立たないシステムというのが私の認識でございます。で現状が必ずしもうまくいっていないということは、やはりしっかりとしたオープンな議論をして、原子力そのものの位置づけもそうでございますし、今おっしゃったようないわゆる核燃サイクルについてもオープンな議論の中で検証していくということは私は必要だというふうに考えております。直接の担当ではございませんが、関係大臣と連携をして、まさに、議論をしていきたいとこう考えております。吉井秀勝君。これは実はエネルギー政策の要になってくるんですよね。要するに軽水炉路線というのはプルトニウム循環路線なんですよ。プルトニウムをどう循環させるかという中での課題で、これが今行き詰まっているんですから、文字からのこれをもう やめるという、そして廃炉研究等今なすべき課題に取り組むということが大事だということを申し上げておきたいと思います。次に斑目委員長に伺いますが、3月11日の14時46分に地震が発生して外部電源が失われました。で15時30分ごろに津波が襲来して
最初の地震によるものかどうかはともかくとして、とにかく DG が破損しました。で15時37分ごろバッテリーもダメになって、全電源喪失というふうに東電は見ているようですが、15時42分ごろに東京電力から政府に対して全交流電源喪失と原子力災害特別措置法10条1項による報告がありました。で、16時45分なんですかね、非常用炉心冷却による注水不能という通報もあり、で18時08分には冷却剤漏洩という通報があり、先だって発表された東電の解析によりますと、その18時ごろにですね、冷却水の上に炉腸が腸部が出てしまったと。そこで東京電力の先だって発表した公表資料によりますと、ここが18時ぐらいが炉心溶融の始まりということに思うんですが、で斑委員長にお伺いしておきたいのは、全交流電源喪失という報告を受けた後ですね、あれバッテリーは生きているのかどうかと。でバッテリーが死んでしまったら大変なことですから、生きているかどうかの確認、機器冷却系が働いているかどうか、それから熱交換器の機能は大丈夫かと、この要するにバッテリーが生きているかというこういうふうな確認をですね、いつ何時の時点で判断されたのか、また仮にバッテリーがダメですという回答があればですね、これはもう全電源喪失ということを認識しなきゃいけないわけですが、それをいつ判断されたのか伺っておきます。原子力安全委員会斑委員長。何時何分というところまでは正確ではございませんが、まず4時ごろ、これは ERC というところから全交流電源喪失、減災法10条に基づく、連絡がございました。で、その時点で原子力安全委員会としては緊急助言組織を立ち上げた、これは事実でございます。それでですね、それから、我々としてはいろいろな形で実は連絡を取ろうとしたんですが、実は電話がつながらないという状況がかなり続きまして、実は詳細な状況の把握というのは、かなり遅れてございます。で実際には、その後原子力災害対策特別本部が設置され、確か7時過ぎだったと思いますが、そちらの方に行って危機管理室、危機管理センターの方で詳細なことを東京電力から初めて聞いたというのが実態でございます。吉井秀勝君。8時ごろ詳細の報告を聞いたというのは、聞いたのはいいんですよ。で私がお伺いしておきたいのは、全交流電源喪失ということになれば、原子力安全委員長としてはですね、交流電源が失われるだけじゃなくて直流電源まで失われたら全電源喪失なんです。これはもうどん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 圧力容器内では蒸発が進み、圧力が高まり液面が下がる、当然炉心溶融への道をたどるわけですね。ですから全電源交流喪失ということをお聞きになったときに、そのいつ判断されたかですね、全交流が全電源喪失になるなと、これは大変だということをいつお考えになったのかを伺っています。原子力安全委員会斑委員長。基本的にはバッテリーで動くものは計測関係と、それから小さな弁の類です。で実はですね、外部との連絡が取れない中で少し議論させていただいて、その結果バッテリーが生き残っている可能性はかなり高いだろうというふうな認識はしておりましたけれども、これ、今現在もですね、我々時系列できちんとした把握はしてございませんけれども、完全な意味でバッテリーも何もかもダメになったという、瞬間というのはかなり遅いし、バッテリー程度だったらいざとなれば他のところから持ち込むことによって何とかなるのではないか、いろんな議論をそういう時にしていたというのは事実でございます。吉井秀勝君。
私は全電源喪失という問題はもっと深刻な問題だと思うんです。今までの説明はですね、外部電源がダメでも内部電源がありますと。で、内部電源はDG とバッテリーの組み合わせですと。でもちろんおっしゃったように DG が働けばですね、メーターその他計器類を多分読み取ることもできるんでしょうけれども、しかしDG の機能を使って逆にそれで交流電源の方を動かしてですね、転換してですね、それで機器冷却系を動かすとか、それができるから大丈夫なんだと、これが今までのお話だったんですよ。だからそれだけに全電源喪失ということになれば深刻な問題なんですが、今おっしゃったように全交流電源の喪失だけでもダメだということになればですね、全電源交流喪失を聞いた時点で直ちにこれは弁当しなさいとか、あるいは真水が一番いいんですが、なければ海水注入してでもですね、直ちに冷却をして燃料棒の頂部がですね、液面上に出ないようにしなさいということを指示する、その判断をしなきゃいけなかったと思うんですが、それは何時ごろその判断されたのか伺ってきます。原子力安全委員会、まだらめ委員長。4時に、そういう意味では緊急助言組織を立ち上げましたけれども、その後原子力災害対策本部が立ち上がるまで少し時間がございました。その間に少し委員間で議論させていただいております。で、もう要するに全交流電源、要するに非常用 DG もすべてこれはダメだというふうに判断してますの で、これはかなり、しかもテレビの映像なんかを見るとですね、長時間にわたって回復不能だというふうに考えました。従いまして、その議論の結論としてですね、もうこれは最終的には格納容器を弁当するしかないし、それによって、消火設備等を使って、炉心に水を入れなきゃいけないというふうに判断してございます。これはすでに7時ごろ、もうちょっと前だったかもしれませんけれども、原子力災害対策特別 本部の方へ向かう前にそういう判断を原子力安全委員会としてはしてございます。吉井秀勝君。それにしては動きが非常に遅かったと思うんですね。原子力安全委員会がそういう判断されて政府にそのことを言われたらですね、総理大臣権限を直ちに行使して、これは原子力災害特別措置法による指示命令や、あるいは経産大臣に権限が移されておりますが、もともとは総理権限なんですから、これは原子力規制法に基づいて直ちに弁と注水を行って、どんなことがあっても核燃料棒を液面の上から出るようなことはさせないと、このことが必要だったと思うんです。実は20時20分からの記者会見を記録見てますと、中村審議官はですね、福島第一の24号機が津波により海水系ポンプの起動が確認できないとして、1、2号機の原発におきましては原子炉の冷却というかその機能、これについて今後十分に機能しなくなる恐れがあると明らかにしています。山田課長は津波で波をかぶって機能が失われた、バッテリーのショートした とかは、確認取れていないという発言などもありましたけれども、いずれにしても午後2時、8時20分の時点ではですね、保安員としてはもう弁当と冷却水注入をやらないといけないという考えに立っていたと。それは原子力安全委員会も保安員もそういう立場で政府の方に総理の方に進言したと思うんですが、これは寺坂さんの方に確認しておきます。原子力安全委員会、原子力安全保安員、寺坂委員長。お答え申し上げます。その間 の細かい、やり取りについては確認はできておりませんけれども、全交流電源、交流電源の全交流電源の喪失、あるいはバッテリーについても確実なものはないということでございますので、さまざまな考え方、あるいはいろんなその予想に基づきまして、推測に基づきまして提言はしていたかと思います。ただ弁当に関しましてもですね、弁当自身は
放射性物質を外に出すという、まあ、そういう行為でありますから、そういう要素はございますけれども、いろいろな形でどのように考えていけばいいのかということについてのさまざまなやり取りはやっていたというふうに承知しております。吉井秀勝君。もう時間が参りましたので終わりますけれども、やはり文字はですね、これもやめにして、予算はもうこれはゼロにして、研究者は旧日本原研の方にですね引き継いで廃炉の研究などしっかりやっていかないと、これからの課題なんですよ。それから原発依存のこれまでのエネルギー政策というものは、これは大臣ね、もう先ほど伺いまして時間なくなったから置いときますけどね、エネルギー政策をね、原発依存から根本的に改めていくと、このことなしには今日の危機の打開の道は開かれてこないと、このことを申し上げまして質問を終わります。